物は8階9階が住居レジデンスになっておりまして、 1階から7階までがオフィスになっております。でエントランスはオフィスの方はこちらの反対側になっておりますので、こちらは住居用のエントランス専用になっています。こんにちは。本日は新宿区の市ヶ谷本村町にこちら来ております。で目の前はこちら外堀通りが通っておりまして、まあ、今のこの時期だともう桜が咲き始めて、この通り沿いは桜が満開になって綺麗になります。こちらの反対側ですねは靖国通りになりますので、靖国通りと外堀通りの間、ここに建物、今回のマンションは建っております。でここだと駅が市ヶ谷駅が約3分で、反対側の四ツ谷駅になるんですけれども、徒歩約10分になります。では行きます。ちらつかせる。ファミリーマートが入っております。
東向きになります。開けます。こちらは8階のお部屋になります。目の前ちょっと建物が建ってるので、まあ、日差しは難しいとは思うんですけど、明かりは入ってきます。お疲れ様でした。いかがでしたか？物件詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひこの機会にチャンネル登録もお願いします。お気軽にお問い合わせください。